こんばんは、花山さん。今ね、お風呂から上がったとこです。まあ大体我が家のスケジュールっていうのは5時に夕食、この時間にはもう寝る準備というね、多分もうどうしようもないね、隠居生活だと思います。まあ太陽が出て起きて、太陽が沈むと眠るみたいなね、本当にこうザ隠居をね、この外れの街でやっているということでございます。今回ね、金の切れ目が縁の切れ目ということでタイトルでお届けしようと思います。私はことさらにですね、昔のことわざが全てを言い当ててるとは思わないんですけども、まあ、これは言えてるなっていうのの一つが、金の切れ目が縁の切れ目ですよね。非常にお金をね、全く払わない人、もしくはほとんど払わない人と付き合っていくのがかなりきついということなんですよ。私がきついというよりも多くの人はそういうふうに感じていて縁を切っていきます。顕著な例がですね、例えばね、一緒にコーヒー飲みに行こうよって言って、まあ、コーヒー飲みに行くのも300円500円かかるじゃないですか。でも切り詰めてらっしゃる方にしてみたら、300円500円が出せないからその付き合いを断るということになって、だんだん人間関係薄くなるんですよね。で、人によってはね、今度夕食食べに行こうねっていうふうにして、例えば居酒屋なりファミレスに集合するとしますよね。でもそこに払うべき夕食代の2000円3000円がなかったら、やっぱりね、その付き合い誘われても乗れないってことになっちゃうんですよ。まあそういうふうな事案を私は今までずっと見てきてですね、やっぱり、ちょっと寂しい話であり、もしかしたらある人をね、傷つける発言になるかもしれませんけども、まあ、10万円の食べ放題ってあるんですよ。ちょっとね、本当言葉に詰まるんで申し訳ないんですけども、10万円の食べ放題、飲み放題っていうのがあってですね、まあ、そこに一緒に行こうよというふうに、まあ、声をかけたことがあるんですね、過去数年前に。やっぱり来る人っていうのは、その10万円が一食のために払える人に限られてきますよね、当然ですけども。でもそこに10万円払ってきた人は確実にいたんですよ。私ももちろんですけどね。まあそのメンツってのは多分もう忘れないと思いますね。でもやっぱりね、1万円でもきついという人もいれば、3000でもきつい人もいるんですよ。ただ長く付き合っていこうと思うと、同じぐらいの、まあ、消費金額にまとまっていくところはあるんですよね。もしくは付き合いの頻度が減るということもあります。まあ、それがですね、金の切れ目が、まあ、縁まで切れないんですけども、あの人お金ちょっと厳しいから誘うのやめとこうかみたいに気を使う人が出てくるってことなんですよね。ですから本来なら毎日時間があって、毎日ね、お金がそこそこあって、ちょっとなんかやろうかっていうふうに声をかけた時にね、まあ、集まれる人がいるみたいな環境ってのは本当私願うところなんですよ。だから皆さんにもできれば稼いでいただきたいし、自由な時間と金銭的な多少の自由を持つことによって、きっとですね、繋がれなかった縁が繋がれたりすると思うんですね。で、私は47都道府県オフ会っていうのを2019年と2020年これやりましたけども、2018年だったかな、まあ1年半かけてやったんですけども、これお金がないとできないですよね。で、地区によってはやっぱり集合するためのね、そこの、オフ会の費用が捻出できないって方もやっぱりいらっしゃるんですよ。でもね、やっぱりこうオフ会には出れないけども、久保さんに会いたいからっていうので、そのオフ会の前とかね、オフ会の後に出待ちしてくださる方とかいました。いや、非常に感動でしたね。ですからね、そういう方にはどうしても稼いでもらいたいなと思う気持ちも募るわけなんですよ。まあそういう感じで、やっぱりね、お金と時間がなければやりたい時にやりたいことができない、そして時間だけ過ぎていくってことになる。そしてまあよく見られる例なんですけども、コーヒー一杯飲みに行く付き合いにもお金がなければ迎えないっていうこともあったりとかして、人間の縁というのは限られてくる、そういう部分もあるんですよね。そういうのをなんとか私は打開したいと思っております。で、あとですね、まあ花よるむさんがね、稼げなくなった時に俺は終わるんだろうなとかね、付き合いがなくなるんだろうなって考えてらっしゃっていたと思いますけども、私はそうは思わないんですよ。逆にですね、花よるむさんでもそうですし、私もそうですし、ちょっと高慢な気持ちがあるんで、これからお話しすることはもしかしたら鼻で笑われるかもしれませんけど、聞いてもらえますか。それはですね、私がどうにもお金にならなくなってきた、全然稼げなくなってきたっていう状況が来た時に、久保さん、最近ビジネス全然売れてないみたいですね、僕買いますよ、商品何ですか、いくらのやつですか、いくらを買えば助けることができるんですか、こういうふうに声をかけてもらえるような関係をそれまでに作っておけばいいんじゃないかなと思うんですよ。そうなんですよ、お金がなくて困った時に商品がね、あればそれを買うという口実で寄付してもらうこともできるんですよね。で、手に取った商品がその方に対してものすごく有益だったらいいと思いますし、そうでなくてもいただいたお金に対してね、まあ、商品を買ったという切り口からもう徹底的な恩返しができるわけですよ。もちろんお金をもらえない人にも徹底的なね、
提供しようと思ってますけども、私が仮にビジネスでどうにもならなくなって本当にお金がなくって困った時、まあ、人生にそういう時がもしあったとしたら、多分久保さんを潰しちゃいけないっていう方が何人か私の周りに寄ってきてくれるんではなかろうかとは今のところ思えないですけども、ここまで思っちゃったら傲慢なんですけども、そのぐらいの人間でいたいなと思います。だから結局お金と愛情とか心どっちが大事っていうふうな、その押し問答になることがありますけども、あの大部分はお金だと思いますけども、究極的には人の心じゃないかなと思うんですね。久保さんが困ってるから、よし久保さんから商品買ってやろうと、よし30万の商品俺は買うよと、50万の商品買うよ、久保さんボールペン売ってください、これ2万で買えますよみたいなね、そんなことが起きていってお金が集まって助かるみたいなことがあるのかなと思うんですよ、うん。まあ、これはね、あるね、まあ、有名な方を見てて思ったんですよ。困ってお金がなくって、それこそね、あのキャベツ焼き屋でバイトをした時に多くの方が出資を出してくれたんですよね。その時にその人は思ったらしいです。出資すごくありがたい、本当に俺が声かけたらすぐに数億円とか集まってくる、これだったら再起復活できる、でも待てよとその人は思ったんですよ。ここでお金を受け取ったら一生負い目になると、その人との縁を切れなくなると思って、自分は孤独に進むんだと思って考えを改めたんですけども、一人たりともお金を受け取らなかったらしいですね。そして海外に渡って投資で大成功するわけなんですよね。まあ、このストーリーっていうのはなかなかね、私にとって重いものがあって、私はそこまでいけない、その一歩手前なんですよ。私が困った時に誰かが金銭的に私の商品を買うという口実で助けてくれる人が出るように、私もお付き合いをね深めていきたいなと思ってるところなんですよね。ね、そういうところで花屋レモンさんね、もしねビジネスが立ち行かなくなった時に、私は花屋龍馬さんの商品を買うことは全然厭わないですよ。もちろんあの私の熟成にも進みますしね。花屋龍馬の危機だ、今こそ俺たちの力だ、みんなで何万円以上の商品買うぞみたいな感じでね、総動員ドワーって言ってからねいやそのくらいのことはできるかなと思ってますよね。まあですんでね、あの花屋龍馬さんに限らず危機であるということが分かれば、やっぱりね助けてくださいっていうことだと思いますね。まあ、それで助けてくれる人と再出発すればいいんじゃないかなと思うんですけどね。ただ助けてもらう状況じゃないのに楽になりたくて助けてくださいっていう、こういう精神は残るんですよ。だからそれについては厳しくね、それは違うでしょと、まだ方法あるでしょというふうに提案することになるかなと思いますけどね。じゃあそんな感じで、金の切れ目が縁の切れ目、必ずしも切れるわけではないというところでね、今回はお話を終わろうかと思います。それではアンサーをお待ちしてます。